白山ムーンは、日本の競争馬。馬名の由来は冠名に、父なの一部。2013年サマースプリントシリーズチャンピオン。12月の新馬戦を、単勝1.2倍の人気に応え勝利。さらに、キャリア一戦一勝のみながら、抽選をくぐり抜け、GI 旭日ハイフューチュリティステークスに出走している。かかる気象を考慮され、クラシック戦線には向かわず、 短距離路線を転戦。1月の中山平場線を勝った後はしばらく、勝ち星から遠ざかっていたが、クラス分けがなされた6月、小馬との混合戦となる、伊豆市特別を勝利。さらに格上挑戦となった、アイビスサマーダッシュ4着など短距離に適性を示し、11月の京阪杯にて、重賞初勝利を記録している。オーシャンステークスを経て、高松の宮記念に出走。 前走9着という内容が嫌われ、10番人気という低評価であったが、同系バフ材を味方につけ、逃げ粘り3着。その後休養を挟んだ CBC 賞ではタイム差なしの2着と結果を残した白山ムームは2年連続の出走となったアイビスサマーダッシュにて2つ目の重賞タイトルを獲得している。 そしてセントールステークスは大外から先頭に立つと追いすがるロードカナロアを振り切って重賞3勝目を飾るとともに2013年サマースプリントシリーズのチャンピオンとなった。そしてスプリンターズステークスは果敢に腹に立ち最後はロードカナロアに刺されるも2着に入った。2014年はオーシャンステークスから始動、一番人気に支持されるも13着に大敗。 続く、高松の宮記念ではスタートで出遅れ後方からの、競馬を強いられ、直線追い込むもコパノリチャードの5着に敗れた。サマースプリントシリーズには使わず夏は休養。秋は、セントールステークスから始動。それまでの主戦だった、堺井学から戸崎啓太に乗り換わるもリトルゲルダの2着に、敗れる。新潟開催となった。 スプリンターズステークスでは一番人気に支持されるものの、スノードラゴンの13着に敗れ人気を裏切った。その後は、阪神カップを使うも再開となった。前年同様オーシャンステークスから始動。戸崎啓太から再び、坂井学に騎手を戻して挑むが、桜ゴスペルの2着に敗れた。本番の高松の宮記念では、ミッキーアイルと、 香港馬エアロベロシティと直線叩き合いを演じるも惜しくもエアロベロシティの2着に敗れ、休養に入った。秋も前年同様のローテーションを取り、セントールステークス8着を経て、スプリンターズステークスに挑むものの12着に敗れた。2014年、2015年同様、オーシャンステークスから始動。直線半ばまで先頭を譲らなかったが最後に、 エーシンブルズアイに刺され、市場新本社の2着に敗れる。その後は、高松の宮記念に挑むが、ローレル・ベローチェ、ミッキー・アイルとの激しい花争いが、ハイペースを演出、直線粘り切れずに11着に敗れた。秋は、セントール・ステークスを予定していたが、気球後状態が上がらないためそのまま現役を引退した。引退後は、レックス・スタッドで、種ボバとなる。 本馬場入場の際に機種がまたがると必ずロデオのような旋回を見せることで知られ、ファンの間では何回回るかで体調の良し悪しがわかるとされ、回れば回るほど体調が良いとされていた。また、馬房でもぐるぐると旋回を繰り返すため、一時も目を離すことができないという、ありがとうございます。